はい、どうもカズマリオです。ボン。はい、というわけで今回はですね、大阪から、東京ディズニーランドへ行こうの旅です。はい、はい、チケットがね、あるんですけど、それを使うために今から東京ディズニーランドに行きます。はい、はい、で、ここはですね、草津のサービスエリアなんですけど、めちゃくちゃ寒いない？めちゃくちゃ寒い。セブンイレブンに行きましょうか。ここセブンイレブンです。夜食にスンドゥブチゲとおにぎり。おにぎり、これ何？小松菜のごまえ。渋いな、イズセンスが。小松菜のごまえって。このスンドゥブ美味しいね。これほんまに美味しい。出発します。お願いします。遠いな、東京って。うん、だってさ、西日本一周した時さ、何日かけて行った？東京まで。名古屋、名古屋、静岡。そう、静岡、神奈川、山形に行ったっけ。山梨や。山梨みたいな。山梨行ったっけ。え、富士急山梨じゃなかった？ああ、行った行った。あと神奈川も行ったの。うん、もう5、6日かけて行ってるよな、多分。うん、行ってる。それはなあ、日にちはまあ決めてないけど、決めてないけど、まあ2日ぐらいかけて。おはようございます。はい、ということでですね、ただいま、ディズニーランドに向かっているんですけど、ちょっとね、名古屋で朝を迎えてしまったので、モーニングを食べたいと思います。めっちゃ元気なってるやん。めっちゃ元気なってるやん。大丈夫ですか？カズマ隊長ついでにね、ちょっとだけ寝てもらってて、ここがね、7時からオープンということで、ちょっとインスタでたまたま見つけた、すごい美味しそうなモーニングを見つけたから、ここで朝ごはんを食べたいと思います。はい、ということでですね、こちらのモーニング、ね、このパンをインスタで見つけて食べたいと思って来ました。パンが来ました。多分焼きたてだね。美味しいんだけど、ふわふわ。うん、待って、めっちゃ美味しいんだけど。うん、パン食パンやけど柔らかい。本日食べたところ、こちらのショパンさんになります。モーニングサービスは12時までで、7時からやっています。カズマさん、どうでしたか？美味しかったね。もう美味しかったとかじゃないレベルなぐらい美味しかったで、うん、コーヒーが400いくらや、うん、まあ、500円ぐらいやな、うん、それでパンついてくるのってやっぱなんかお得感あるよね。ある。お土産でこれ、食パン、かわいい。このパンマジで舐めてたらあかん、めちゃくちゃ美味しい。180円です。安い。これは旅のお供にするん？旅のお供にする。お風呂に入りたいなということで。入りたい。この感じでまだ名古屋っていう。そうやで。いや、もう進まないと。だからな、どうやねん、ちょっと進んで、でいい感じのところでお風呂見つけたら入るっていう感じで。そうやな。とりあえず湘南の方まで、鎌倉まで向かっていこうかなと思っております。了解。はい、今だいたい8時なんですけど、まだね、温泉がやってなくて、だいたい9時ぐらいからなのかな、開くの。うん、だから、9時までちょっと下道で進みつつ温泉を探したいと思います。はい、で温泉入ってから高速に乗りましょう。はい、まだ9時39分っていうことに驚きやった。エステクリスタも1日起きてるからね。え、すげえ。もうようわからん。寝てないんですか、泉さん。うん、
アーティストか。極楽湯。では温泉に入りましょう。やっと温泉入れる。今はね、はい、静岡県の浜松のサービスエリアにいます。お昼ご飯を今から食べようと思います。はい、私は麻婆豆腐にしたのでいただきます。おろしっていうのがいいな。おろしがいいな。夏っぽい。ありがとうございます。ありがとうございます。今時刻5時22分なんですけど、はい、まだ浜松なんですけど、うん、やばない。いやちょっとね、眠たいから仮眠しようということになって、仮眠してたらこんな時間になってしまった。何時間？4時間ぐらい寝てた。何時に着いたん？ここほんまに1時ぐらい。1時ぐらいやったと。12時やな、思うけどな。3、4、5、あ、でも3時間ぐらいやん。あ、そうなの。うん、寝た気する。めっちゃめっちゃ寝た気するわ。けど夜も寝れそう。夜も寝れそう。夜も寝れるやろな、うん、この感じは。あとどれぐらいですか？あと253キロ。岡山行くぐらいか。うん、そうやな。じゃあ近いな、そう思ったら。まあ今から行っても9時ぐらいには着くってなってるから。じゃあ下道で行く。え明日着いたらいい感じやから。明日ディズニーに着いたらセーフ。うん、じゃあ予定通りということで。ではお願いします。はい、出発します。というわけでですね、今サービスエリアを出ようとしたところなんですけど、はい、初めてのヒッチハイクのゲストさんを乗せております。はい。どこから来たんですか？スタートは埼玉で、埼玉から九州鹿児島行って、で次が関東を抜けて東北青森まで本州一周ですね。あ、すげえ。お、ヒッチハイクです。そうっす。頑張ってください。またはい、じゃあリズム楽しんで。はい、楽しんできます。バイバーイ。沼津パーキングエリアに到着しました。ラブライブや。ラブライブや。なんで初めてちゃう、ここで降りるのは。ここは初めてですね。ここいいな、シャワーあるんや。お、そう。なんかこういうのいいな。シャワーあるの、ここ。コインシャワー。あ、ほんまや。もう今日一日運転やから何もしてないし、何もしてない。寝巻きのまんまやし、しょうがない。寝てる。ほんまに何もしてない。やる気のない感じ。やる気あるねんけど。うん、運転してサービスエリアで降りてまた運転するっていう。やばいな、うん、あと2時間ぐらいです。ちょっとそろそろ下道降りて。そうやね、ブラブラしてもいいかも。早く着いてもしゃあないしな。うん、そうやねんな。しかも時間的にはまだ7時やろ。うん、明日で行って4時間ぐらい。まあそうやろな。で12時ぐらいで寝れたら。うん、はい、というわけでですね、こちらの爽やかハンバーグを食べたいと思います。この前美味しかったから。ほんまに美味しかった。そう、普通に感動したもん なあ。浜松の方にしかないんかと思ったら、静岡ならどこにでもあるんだ。めっちゃあった。この近くにも3店舗ぐらいあったし。16分待ちです。やばー、なんでこんな待ってるなあ。びっくりなんやけど。ピラソースを出てきてやらせてもらったら晴れますので。湘南の近くの温泉に来てるんですけど。やっと湘南まで来た。あ、湘南リゾートスパって書いてある。滝ゆずみ寺の湯かな。まあ今時間がね、12時ぐらいなんですけど。やばない？11時か。11時半なんですけど、ここでお風呂入って、うん、でディズニーランドの方まで行って、うん、そこで寝て、なんかオープンしたら同時に中に入れるみたいやから、ゲートの、うん、てかそういう感じで。なるほど。